おはようございます。3日目の朝、スタートです。昨日は、8マイルの新しいパークのオープニングイベントを行ってきたんですけど、夜は、ご飯みんなで行ったんですけど、さらにその後に、クラブを貸し切ってて、そこでみんなでパーティーしました。めちゃめちゃ人も集まってて、若い子たちもいっぱいいて、昔の日本の業界の横乗りの、なんか盛り上がってた時期のイベントをすごく思い出した感じがしました。やっぱ今中国っていうのはすごいスケートボードとか人気というか盛り上がってるんだなっていうのを肌でめちゃめちゃ感じました。やっぱ若い子たちもいっぱいいて、で、子供たちも育ってるし、若者もめっちゃ楽しんでるし、クラブに行く前に打ち上げの食事会にも行ってたんですけど、そこでも北京を代表するようなヒップホップの、北京のキングって書いてベイキングっていうヒップホップのレジェンドみたいな人たちとかもいて、なんかすごい席に同席してたんだなっていうふうに感じました。そんな夜でした。今日は午後から動き出したいと思います。さすがに3日目ともなると、いろんなことに気がつき始めました。これ、中国用のコネクター買わなきゃと思って買って挿してあるんですけど、これいらなかったっすね。これ外して、そのままここに挿せることに気がつきました。だけど、普通に USB つけてるならここにあった。これすらいらなかった。いやー、レッツゴー。グマよ。日本大使館前に8マイルのスケートパークがあるって言ってたんですけど、ここだね。あ、センキュー。サイン書かせてもらいました。イエー。アイロンプリントで作った手作りボードらしいです。でーん。Also, that I think is a very famous. Nice. インスタ。サイン書かせてもらいました。ありがとうございます。ウェイ。めちゃめちゃ立地のいい場所ですね。人通りもあって、スケートボードみんな見てってますね。ここは8マイルが2つ目に作ったパークらしいです。免罪なんか滑りそうなんですけど、ウィールはめちゃめちゃグリップしていい感じです。靴はちょっと滑るけど、なぜかウィールはしっかりグリップします。アシアンコーラーマッドフューチャーっていうサイトで1400人が今ライブ配信見ているそうです。つきっきりで僕のことを発信してくれてます。アザスバブル君です。 あとナミ君、日本語を話せる。今ライブ配信してます。中国では結構有名らしいです、僕。イエイ。出現したのものありがとうございます。 T シャツもらいました。ウェイ。僕のビデオ見てオーリーできるようになったよってわざわざ伝えに来てくれました。ありがたい。おー、ナイス。イエーイ。イエー、ナイス。あー。イエーイ。イエー、サンキュー。イエー、スマイル。オッケー。イエー、バイバイ。バイバイ。オッケー。サンキュー、ソーマッチ。ここは北京でも有数の大きいショッピングモールだそうです。このパークの周りには日本の大使館だったり
各国の大使館がいっぱいあって、ここら辺は海外の人もいっぱい住んでるらしいです。うわ、おお、噴水ベイジング。トラーマーショッピングモール、ショッピングモールの中にお店があるんじゃん。びっくりした。ニハオー、ハロー。いやー、びっくり。モールの中にもスケートパークがありました。わあ、インサイドってそういうことだったのね。ああ、はい、とてもびっくりしました。あの、外のパークだけかと思ってたら、インサイドに行こうって言うんでご飯食べ行くんかなと思ったら、中にもパークがありました。8マイルスケートパーク、すごいな。ウェイジェン、シュイアン、ロイヤル、おお、いいね。おお、はい。
他人家完美的，真的。滑るつもりだったんですけど、めっちゃ盛り上がっちゃって汗だくですミラーフリップまでかましてきました。ナイスセッション。いやー、ありがとうございますシュウヤンのシグネチャーデッキ3枚もらいました。シュウヤンありがとうございます。シェシェ8マイル大丈夫ウェイ。ここは東京でいう渋谷らしいです。北京の渋谷。チェーズごかち。チェーズ。今夜は火鍋です。わざわざ作ってくれました。これが本場の火鍋です。お肉を入れてしゃぶしゃぶみたいにしてソースつけて食べるそうです。ビッグスラッカーおおわー2日前にここで飲んだ瓶がまだここにありました。No, no, 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 no,